こんにちは、サーヤンです。今回は十二鬼月最強の鬼上限の1黒死坊に関する考察をしていきます。黒死坊は鬼滅の刃を原作で読まれた方であれば誰もが知っているほど最強で、鬼殺隊に大きな絶望感を与えた鬼ですよね。そして人間時代のエピソードも人間味が溢れていて、ある意味一番人間らしい側面を持っているとも考えられる存在です。今回はそんな黒死坊が着ていた羽織に関して衝撃の伏線が隠されていたことが判明したので紹介していきます。それでは行ってみましょう。まずそもそも鬼滅の刃という作品において羽織に意味が込められている根拠を紹介していきます。例えば鬼滅の刃の主人公である炭治郎の羽織は市松模様という模様ですが、市松模様というのは正方形や長方形が色違いで交互に並べてある模様のことで、別名石畳模様と言われたりもしています。そしてその模様に込められた意味としては、色違いの四角が交互に途切れることなく並んでいることから永遠や発展、子孫繁栄を意味しているんです。そして鬼滅の刃のテーマとしては思いは永遠であるといったものや家族愛や継承といったものが挙げられますよね。例えば炭治郎の祖先である住吉さんは始まりの呼吸の剣士である頼市の火の呼吸を火の神神楽としてかまど家に代々継承していきました。それ以外でも頼市のつけていた耳飾りも炭治郎の代まで継承していたということもありましたね。つまり親から子へ継承が続いていくということ、そしてそこに込められた思いは永遠ということが作品を通してのテーマとして描かれています。黒死坊の羽織も市松模様なのではないかと思うのですが、少し違いますよね。市松模様は交互に途切れることなく並んでいる模様となっていますが、黒死坊の羽織の模様は市松模様ほどの規則性を感じさせないですよね。一見するとこれはランダムな模様であり、炭治郎などの羽織とは違い、既存の和柄模様では当てはまるものがないので意味が込められていないものに見えます。ですがこれにもちゃんと意味はあるんです。本来2つの色が交互につながっていき、永遠や子孫繁栄を表す市松模様とは逆に2つの色が完全に途切れてしまっている模様になっているんです。ではここで市松模様に込められた意味である永遠や子孫繁栄という言葉の意味を逆の意味に言い換えると、永遠に続くことはなくて子孫も繁栄しないということになります。この2つの要素は黒死坊を的確に表現しています。その根拠については黒死坊の過去と照らし合わせながら確認していきます。まずは永遠との関連について、黒死坊は人間の頃は戦国時代を生きていた剣士で、後の世で始まりの呼吸の剣士と呼ばれる存在でした。名前は次国道勝で、弟である頼市と共に鬼狩りをしていました。頼市は溢れる才能を発揮し、鬼に対抗する剣技として火の呼吸を生み出しました。頼市は鬼狩りの仲間たちに呼吸法を指南しましたが、頼市と同じ火の呼吸を使いこなせるほど技量のあるものはいませんでした。そのため頼市はそれぞれに合う形で呼吸法を教え、火の呼吸から派生した水、炎、風、岩、雷の5つの基本の呼吸が生まれました。他の剣士と同様、頼市の兄である道勝も火の呼吸を習得することはできませんでした。そんな道勝が使用していたのが5つの基本の呼吸と同じく火の呼吸から派生した月の呼吸でした。黒死坊は鬼となってからも血気術と織り交ぜて月の呼吸を使用しています。ここで確認しておきたい点があるのですが、5つの基本の呼吸である水、炎、風、岩、雷は炭治郎たちが鬼殺隊として戦った大正時代まで継承されていってるんですね。もともと呼吸術は鬼を倒すために生まれたものです。そして鬼を倒すという人の思いは代々受け継がれていったので、当然その過程で5つの基本の呼吸も継承されていき、人の寿命よりはるかに長い年月が経過しても未だに残っているということになっています。玉戸家の火の神神楽である
であったりそれ以外の呼吸であったとしても元をたどればすべて頼市の編み出した火の呼吸まで遡ることができるんです。これは頼市の思いや呼吸術が途切れることなく継承されてきたということの根拠でもあります。鬼殺隊のトップである親方様は最終決戦前に無惨と対峙していますがその際このようなセリフを残しています。永遠というのは人の思いだ。人の思いこそが永遠であり不滅なんだよ。大切な人の命を理不尽に奪ったものを許さないという思いは永遠だ。君は誰にも許されていない。この千年間一度も。このように人の思いは永遠でありその限りは呼吸術も永遠に継承されるということにつながっていて実際に鬼殺隊のみんなは継承された呼吸術を使用して戦っていましたよね。では黒死亡はどうでしょうか。頼市と同じ始まりの呼吸の剣士でありながら使用していた呼吸は月の呼吸でした。月の呼吸は5つの基本の呼吸と同じように火の呼吸の派生でありながら黒死亡以外誰も使用していない呼吸ですよね。これは黒死亡自身が鬼となってしまったことに原因があります。5つの基本の呼吸は鬼を倒したいという人の思いによって継承されてきました。ですが鬼となった黒死亡が使用する月の呼吸は鬼を倒したいという思いとは矛盾していますしもはや血気術と化した月の呼吸を継承したいと思う者は誰一人として存在しなかったんです。だからこそ黒死亡の使用する月の呼吸は5つの基本の呼吸とは違い永遠に続くことはなく黒死亡が使用するのみでとどまっているんですね。これは黒死亡が生み出した月の呼吸は決して永遠に続くものではないということにもつながります。そして2つの色が交互につながることで永遠を意味する市松模様とは違い黒死亡の羽織は2つの色が完全に途切れてしまっています。黒死亡の特徴的な羽織の模様はこのように永遠ではないということを意味していたんですね。そして市松模様のもう一つの意味である子孫繁栄に関しても黒死亡と相入れない要素となります。黒死亡は人間時代妻をめとって子供を授かっています。そして実際に始まりの呼吸の剣士の末裔である時任無一郎は黒死亡の子孫でした。ここまで見ると子孫は繁栄しているのではないかと思う人もいるかもしれませんが黒死亡は自分の手で自身の子孫である無一郎を殺してしまっていますよね。倒される直前の黒死亡のセリフにもこのようなものがあります。ああ何も手に入れることはできなかった。家を捨て妻子を捨て人間であることを捨て子孫を切り捨て侍であることも捨てたというのにここまでしてもダメなのか。なぜ私は何も残せない。なぜ私は何者にもなれない。なぜ私とお前とはこれほど違う。私は一体何のために生まれてきたのだ。教えてくれ頼市。このように黒死亡は自身の子孫である無一郎まで切り捨てたというのに頼市の強さにはたどり着けなかった。そして何も残せなかった悔しさを噛みしめながら散っていきます。これは市松模様に込められた永遠や子孫繁栄を成し遂げることはなく何も残せず子孫も自らの手で殺してしまうことによって子孫繁栄をなかったものにしてしまうという悲惨な結末を迎えた黒死亡をまさに表すものになっています。だからこそ永遠や子孫繁栄がテーマである鬼滅の刃の主人公である炭治郎は市松模様の羽織を着ていますし永遠や子孫繁栄の全てを成し遂げています。逆に月の呼吸を継承する者もいなく子孫を自らの手で絶ってしまった黒死亡の羽織に関しては2つの色が交互に並んでいく市松模様とは違い2つの色が交互に並ぶことは決してない模様になっているんです。黒死亡の思いや月の呼吸といった技は決して継承されることはなかったということを暗示していたんですね。そしてさらにこのことを表す表現が単行本20巻の表紙を外した裏のマークでも確認できます。皆さんもぜひ確認してみてほしいんですが霞を表す和柄である絵霞文様が上部と下部に配置されていて黒死亡を意味する三日月のマークが真ん中に配置されています。置き換えると霞の呼吸を使用する無一郎を意味する絵霞文様を月の呼吸を使用する黒死亡が分断するように配置されています。実際に黒死亡は自身の使用する月の呼吸で霞の呼吸の使用者である無一郎の体を上
上下で真っ二つに切断しましたよね。つまり月の呼吸の使用者である黒死坊が自らの子孫であり、霞の呼吸の使用者である無一郎の命を絶ってしまうという展開を完璧に表したマークになっているんですね。そして黒死坊の羽織にはその色使いにも意味が込められています。ここまでは黒死坊の羽織は市松模様が途切れた模様であることから継承を絶ってしまう黒死坊を表しているということについて説明してきましたが、色に関しては黒と紫になっているんですね。そして紫という色が表す意味としては嫉妬や不安などが挙げられます。また紫は両極端な性質を持つ赤と青の混色でもあるため複雑さを持ち合わせているという意味もあります。実際に黒死坊は人間時代弟である頼一の才能に嫉妬していましたし、どうしても頼一より強くなりたいという思いから全てを捨てて鬼にまでなってしまいました。これは紫の表す意味である嫉妬とも一致しています。さらに黒死坊はもともとは始まりの呼吸の剣士と呼ばれ、呼吸術を使い始めた最強の鬼狩りでありながら十二鬼月最強の上限の一の鬼でもあるという両極端な性質を持ち合わせているんですね。これは赤と青の混色であることから両極端を意味する紫ともつながってきます。黒死坊の羽織に関する考察をまとめると、模様としては市松模様が途切れるような模様になっていて、市松模様は2つの色が交互につながっていくことから永遠や子孫繁栄を表しますが、それが途切れているということで永遠ではなく子孫も繁栄しない黒死坊の特徴を表していると言えます。そして黒死坊の羽織を構成する2色は紫と黒になっていて、紫は嫉妬や不安の心理を意味し、また両極端であるという性質もあります。これは頼一の才能に嫉妬していて、そのことから元は剣士でありながら鬼となってしまったという両極端な性質を持つ黒死坊とも一致しています。羽織の模様や色使いに至るまでここまで深く考えられていたのかと思うとかなり驚きですよね。ということで今回も今まで世に出ていなかった鬼滅の刃の新たな一面をお届けすることができたのではないかなと思います。このチャンネルではこのように鬼滅の刃好きな方がもっと鬼滅の刃を楽しめるような考察動画や解説動画を上げていきます。まだの方はぜひチャンネル登録をして一緒に鬼滅の刃を楽しんでいきましょう。ではぜひ次の動画でもお会いしましょう。またね。